はい、第17回全キャラ VIP 必勝講座、今回はピチューが使えるならピカチュウも使えるんじゃないかと唱えていきたいと思います。さあ、英国紳士型ゴリラ来ましたね。このステージあれなんだけど、ピカチュウ保護色して見づらいからやめてほしいんだが、深夜帯に見たくないハイライトしてますよね。空母から空母をつなげていって、このまま空前につなげていけない。最速回避能力、ガノンみたいに復帰力ないキャラはそのまま上 B とか横 B で掴まれてもね、多段技って初段だけ当たればチョビメテオになるんですよね。それをやっていきたい。でピチューとピカチュウの、まあ、一番の違う点はやっぱ電光石火に当たり判定があるっていうのと、このね DEA の強さ、まあその体の話で言ったら自傷ダメージがないのと、そもそもね最軽量級であるピチューよりも重量があるからこっちの方が安定感がある。プラスアルファあれなんだよな、ピカチュウよりもピチューの方が今身長高いんだよな。あいつアップデートで耳まで入れられてしまったから信じられねえ。そうここでじゃあ電光石火と電気ショックを巻きながら相手に空炎で近づいていく。空炎の穴は俺ピッチューの方が好きな空炎してるんですけど、こいつも急降下から上スマ入るらしいんで、それをやっていきたい。ちょっと相手がガードを固めてきていますね。一発横強を入れていって、自傷ダメージないってだけで本当もうノーリスク電気ショックピチューで電気ショックとか電光石火雷打つときちょっとダメージのこと考えてあんま連発できないからな。 DA 飛びすぎからのこう相手ジャンプ用で雷置いていくこの雷の当て感だけはピチューで培われたものがありますね。さあ今んとこ完全にピチューの上位互換みたいな感じ。下投げから一発コンボつなげていって、俺のピカチュウコンボからの火力なくない？アドリブコンボだからな。どのキャラ使うときも正直最初のなんだ今の当たり方、完全に反対方向に打っていたのに対し怖いってお前そういうガノンドルフのプレイやめな。相手圧をかけるプレイング、電気属性だから判定は強いぜ。重ねて腹のメテオを入れていく。今みたいに掴まれてもね振りほどくんですよ。おい今の距離調整なんだ下気を打ってくるのかと思ったら違った。もうちょっとこれバースト拒否、ピカチュウはフォルムがいいから、しかも移動性能すべてよしということで、電気ショックガンガン巻いていきましょう。一発空泳、これねコンボパーツになるだけのあんま強くない技に見せかけて、割と170ぐらい食らったらバーストするんですよね。しかもこいつ上投げバースト持ってるっていう、ピチュウ投げ場ないから飛びすぎだろ。ちょっと待って、俺ガノンドラフの技の中で空泳の一番嫌いなんだけど、空泳の連打おい今の当たるのかよ。はい、ゴリラさん対戦よろしくお願いします。同じ人、このカードさっきの対戦見た感じ絶対負けちゃいけないでしょガン有利な感じが漂っているんだが、まあ、でもガノンに相性とか関係ないか、壊すか壊されるかみたいな、そういう戦いなんで一発当てていって、メテオ、いや今の相手がはみ出していたらそのままメテオまで繋げていったんだけど、ピカチュウとかピチュウのメテオちょっと特殊なんだよな。技の派生みたいなのにメテオがあるから判定とかじゃなくておい下強から掴み確定で取りますみたいなこと最初言ってたのに、もう3連続で取ってないんですけど、ダウン入るんですよ。なんで 30% かな。カービィとして危ない。電光石火でごまかしていく。なんか電光石火の石火キャンセルみたいなのが X の頃はあったんですけど、ジャンプで、まあ、今の時代はスペシャルあたりからガキ屋に向かって電光石火しないとできなくなったんだよな。さあ電気ショックで固めていって、スマッシュもねピチューよりもあれが長いからって、こうやって聞いてるとなんかピチューよりもいいところしかない。なんかしかし火力はね、火力の面で言えばピカチュウよりもピチューの方があるといったところで、雷でその火力を補えてるんだな。怖い。上様だったら死んでしまうぜ。運んでって終わりか。当たらない。空母が受け身が取れないと、このままメテオか。次上がってきた瞬間お前はメテオ、あくそ今の判定ができないのか。さっきあれでメテオ、いやもうちょっとタイミング早めるべきだったな。痛い。待って DA で死ぬんですけど、ピチューだったら死んでたから。ピチューだったらそもそも今150ぐらい食らってるからダメージ。一発闇の身体操植木でこすっていって、横強はさすがにピチューの方がありますね。今回は比較していこう、どんどん。もしかしたらこれ俺今日でメインキャラピカチュウからピチューになるかもしれない。違う、逆だ、ピチューからピカチュウになるかもしれないと。でもまあピチューのいいところは、まあ、もちろんね可愛いと、ピカチュウよりも可愛いというところがある。これまずい。ちょっと一回崖受け身ができないんだな。崖無敵がない。下強とかいう渋い技で死んだんだが、上投げ雷どうなんだろうな。このパーセントやばい、これ待って、俺ガノンドルフされるガノンドルフイコール同士危ない。ちょっとダウンレンとかにもつなげたいところ、クーエルからのダウンレンがないから空母とかで受け身を取らなかったみたいな感じです。一発上がりたい。さあどうしよう、このパーセントだったらちょっと電気ショックで粘って上投げで終わるのでは。さあ上がってこいよ。上がってきた瞬間いけるかな。ちょっと連打、このパーセントはさすがに無理か。あ無理だな、もう 1%、まあ、軽量級とかだったら150でいけるんですけど、電気ショックでちょっと距離測りつつ、ワンパターン操作かかってるんで、それ消えて、あと一回掴んだら、俺の勝ちなのでは？牽制しつつ、ダメだ、これ2ストックだから、俺も破壊される可能性がある。これは、さすがに死ぬか？あ、死んだ。いや、上投げバースト、偉大だ。はい、ミネンバーさん対戦よろしくお願いします。ちょっとガノンドルフオンラインなんだけど、あ、来た、俺のホームステージ来た。ここは負けられない。知ってるからこれ、繋がってる。お、待ってこいつ、分かってる。初めて、初動で、一流のバルーンファイターか？死ぬのでは死ぬ。
開幕6秒の出来事でした。おい、しかも西特区だからこれ終わるんじゃないか。金塊の主も待ってるぞ下で。いや、ここ全ステージの中で一番おもろいまであるよな。雷雲がなっていて、お前がそのままクーマイで、よしよし、やばい、これ横行で死ぬ。しっかりちょっとさっきのクーマイ運びで俺が死ぬのだけど、相手が死ぬのでは、死ぬのでは、え、分からん基準。どこで当たったら死ぬ、これ危ない。ちょっとこっちで、さあこのシャトルダウンをうまいことを利用していて、はい、金塊の主を追う。まだ死なない。えピカチュウどこ消えて。金塊の主に俺メテオされたか今。え、ポムチュウこっちまで来るんだ、無理だ。あいつショベルに、ショベル向こうまで。アシスト以外はステージまたぎすんのか。いや、死ねえな、そういう知識なさそう。さあさあさあ、ダメージが重なってきて、普通にバーストしそうな剣について、スター欲しい、スター欲しい、スター、こっち側でこっち側で待ってよ。これ来ないんだ。アイテムもまたがないんだ。アイテムとかこれ遠距離攻撃もまたがないっぽいですね。さあ俺もちょっと、俺まだ中級者バルーンファイターだからさ、来いよ来いよ。お前がそれに立っただけで、空前当てればこっち来るか、分かりづれ。雷置いとくかこっちに。とりあえず射程の長いやつで前投げで死ね。知るか、知らない、向こう行った。え、わからん。はい、ショメさん対戦よろしくお願いします。ドクターマリオ、みんなこの黒カラー使ってますよね、ヤーブイシャフォルム。さあしれっとアイテム戦に変えていて、まあ、前回と前々回ね、普通のアイテム戦じゃない方が多かったんで。空ニュートラルと高学歴パンチで全て消されるんだけど、電気ショックとか。ガキは危ない危ない。ドクタートレード無敵があるから気をつけて。何をゲットした、タヌーキードクターマリオになった。マリオに地蔵マリオとかいうのあるやつ、今時知らない人多そう。やっぱ詰め込んでいって、まあ、こいつは機動能力ないから、うまいこと、機動能力以前に復帰能力ないから、空中で電気ショック一発当てて終わらせたいな。メタグロスがいて、メタグロスはガララ地方に内定できるのでしょうか。ガララ地方にあれなんだっけ、第2弾か第3鎧のことで来るんだっけ、メタグロスって。ガブリアスは来た覚えあるけど、メタグロス割と好きなビジュアルしてから来てほしいですよね。さあ偽物、これうまいこと破壊していって、スターリング、そしてブイズが出てきた。お前まだ、やめない、危ない、ナイス EV。 なんて賢い EV なんだ。自らの EV にやられる気持ちはどうだい。さあこれはじゃあ逆に、まだこのパーセント知らないんで、お EV。 悪い EV だ、あいつ2キルしたぞ。でトイプードルのせいで何も見えてなかったから、となんか神々の戦いか、これもしかして。ドクターマリオと神々の戦い、上級レベルすぎて、あ、受け取れなかった。神々の戦いきた、あまりにもレベル高すぎて、ちょっと視聴者からは下手くそに思われてしまいそうな試合ですねこれ。さあさあさあ、ポッコが出てきた。もうものの1分半で試合が終わりそう。さあそれマジで吸い込まれるし無敵だしみたいな感じで、ポッコ頑張れ、無敵じゃごまかせないぜ。こっち食らった、壊されそう、上から復帰、痛い。あんまガキの読み合い、ウエストもあるからしたくないんだよな。この俊敏な機動力見てみろよお前。あ、お前に何もモンスターボール当てねえぜ。ミミッキ来た、ミミカストピカチュウのミミッキュー、ピカチュウに憧れている年頃。あいつ食って、このパーセントだったら、いやまだ知らねえか。ピカチュウあれなんだよな、単発火力っていうか、普通に動いてない敵に火力いけるけどないんだよな。さあ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 、ボルテッカーまでやっていきたい。アニメでなぜか、どういう影響なのかわからんけど、ボルテッカーが、なんでアニメのポケモンのボルテッカーなくなったんだろうな。ピカチュウの専用技だったのに。そのくせにアニポケ最近ライチュウがボルテッカー使ってましたからね、マチスのよ、なんかマチスの偽物みたいなやつが使ってました。さあボルテッカーどこかで、これ下境から繋がりそうだなボルテッカー。さあその相手に合わせて食うは無理でした。ガード固めて、いや今のボルテッカーあれしたかったな。メダモン、あいつはどうでもいい。モンモンメタモン、メタモンの公式の歌とか皆さん見たことありますでしょうか。いや公式サイトに実はポケモンってコイキングの歌とかいろんなキャラソングあるんですよね、面白いんで見てみてくれ。やるけど、はっ、びっくりした、怖い怖い怖い。さすがにな、さすがにあいつってメタモンってホカホカ生になる、あの70とかで確定演出入るの、攻撃パンチ一発当てていって。あ、電気ショックの悪魔、あ、電気電マシン。はい、ピラオさん対戦よろしくお願いします。マジでガノンドルフオンラインじゃん。まあ、ピカチュウ使ってる分全然いいんですけど、チャージ切り札ありだったから気をつけないといかんな。避けれねえんだよなガノンの、なんか初撃避けれるか避けれないか、まあなんか避けるとかいう概念存在してないよな、そもそもチャージ切り札って。相手が当てるか外すかみたいな、そう、まあ、つまりこっちが当てれなかったらこっちが下手くそということで、このままお前を向こうまで運ぶ。ガノンだったら帰って、まださすがにこれは帰ってこれるか。雷で追撃していってもよかったな、ね、今のワンチャンメテオ判定最速ジャンプしたら当たるかもしれない。そうそうそう、アシュトビギア落ちてった、まずいか、あー間に合わねえ。そのバニーガールはまあいいわ、バニーガール動物の森が出てきて、こいつ一回下方向だったらこれ食らってもいいんですよ。いやこのパーセントだったらそもそも食らっても大丈夫そう。さあ追撃、メテオ判定にならなかったがお前じゃ届かないと、ジャンプ削ってんでね。最強アイテムベースボール来た、ドラベース、ワンダーワイドホワイトボール食らわしてやるぜ。ドラベースな、懐かしい、なんかピッチャー人間やってましたよね、セワシみたいなやつが、セワシだかヒロシだか忘れたけど、
あいつもう白が仲間になってから完全リストラされてしまった。さあ上にあるモンスターボールじゃなくてスマッシュボールを取りたいところ。スクリューアタック、スクリューアタックからピカチュウになんか繋がる、植木を繋がるけどだから何って感じだな。キングクルールのような最強のスクリューアタックコンボはできない。うまいこと取っていった。いやこれはさすがに知らない。オッケー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 、死ななきゃ安いわ。お化けキノコフォーメーション、まずいまずいまずい。これはちょっと冷静に一旦ちょお前大魔王にあるまじき、そうだったそれ。そんなお前卑劣な戦い方する大魔王いてたまるか。今のあのクーニュートラル檻からのウエスマ打ってたんですけど知らなかったですね。さあこれ使ってくるかな。 690% ってことは避けるよこれ。あー無理。長い剣の判定長い。そっちね、開脚光線。あまりにも開脚光線。今タイミング完璧だったな。掴まれた。電光石火を掴むとかどういう動体視力してるのっていう感じでつけたい。ちょっと時間が経ったからこっちにパスする、間もないのでは。ちょっと待って、パスできないか。死にたくない。ガスバス爆発一回したから冷静な復帰。 OKOKOK、まあ、ピチューよりも復帰距離自体は短いからそこだけ注意というところで、マシンガン結構このマシンガン好きなんだよな。スティールダイバーとマシンガン好きで、ピカチュウの打ち方が可愛いんですよこれ。足で打つから、そう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 、溜めてジャンプするときだけ足で打つという。地上にいるときは普通に打つ。どういう違いなんだろうな。細かいよな、そういうとこ。細かい愛を感じるぜ。痛い。メテオからサマーソルト、リトルガイ、これはまだ知らない。繋げるかこれ。あーマジか、マジで。クーニュートラル、クーニュートラルきついぜ本当。ソニックブーム男、まあ、固定20ダメージなんでソニックブームは。コイルだったらね当たるか。でボルテッカー外してきてない君、あまりにもボルテッカー当たってないぞ今日。まあ、コンボから鼻のある繋ぎ方じゃダメな。上ない髪の毛入りそうですね。それダメだね。使い方ってやつ見せてるよ、ボンバーマンの。俺もあれ当たんない、爆風のあれが当たるかと思ったけど。さあちょっとアイテム当てていって、一応まだこっちストックあるから、ストックっていうか同等だから、ホームランバットのあのカキンとチャージ切れだけ気をつけて。ワンコンボ食らったら死ぬぞこれ。掴みからクーニュートラル、最後の切れで終わりなんだな。拒否量拒否量拒否量。アルセス分かるかな、アルセスがどういうあれか。いや知ってそう、外出したいなんとか。いやこれアルセスを知ってるパターンだこれ。ただチャージ切れだが、あれアルセスをご存じない。はい、マーさん対戦よろしくお願いします。シズエプニプニウサギ、ちょっと俺も最近さ、どうもり発売したから村人か静江をやろうと思ったんだけど、村人はまだしも静江とかビップいける気しないんだが。さあまあでもアイテム戦だったら一応しまうあるからマシな方なのか。落としていってコンボ、それっぽいコンボ繋げていって、本当だったらね、まあ、今の空エネにまた急降下入れて植木と繋げるみたいな。さあインスタ映えた TikTok か痛い、なんとかちょっと復帰だけ、ちょっと適当、本当にロケット続きがあると適当な復帰になってしまうからいかんな。なんとか途絶えてくれ、これあんま強くねえんだよな。途絶えたか、ここに横スマッシュ最大ダメ、まだ知らない。本当て、カス当てと本当てっていうか根元の方が飛ばないんですよね。落としていった、ちょっと何が起きたか分からなかったけど、あれかな、クーエヌじゃなくてクーマイがカス当てになって相手受け身取ろうとした結果回避暴発して死ぬみたいな。分かりましたその気持ち。さあ受けたぞ。0% のなんか1桁%しか食らってなかった自然が一瞬で溶けた剣についてっていう。ラノベ書こうかな俺も。さあ今時ラノベ、まあ、こんなご時世だからこそラノベとか売れそうだけど、まあでもあれだもんな、あの漫画読むのよ正直。学校で漫画禁止だったから、で小説は読んでよかったからラノベ読んだけど、漫画読める時代にわざわざラノベとか読もうってなんないよな。でもそう思うとラノベってめちゃくちゃコスパいいですよね。単行本一冊読むのとラノベ一冊読むのだって、ラノベ一冊読む時間あったら単行本10冊読めるからな。これワンピース1巻から57巻まで1日読んだんだよね。痛い、ちょっと待って、え、あのマグナムってキラー斜めにしたらあんな巨大になるんだな。あいつ、うわー最悪、ピンポンがいなくなるまでしっかり下で時間稼がれて、ナックルズが邪魔くせ、一旦ナックルズが、ざまあ味噌漬け、相手かわいそう、爆発物にご注意をといったところ。さあさあさあ、2ストックあるんで、これダウンレンを、確かに下スマの方が火力は出る。あの横スマダウンレンから打っても根元ヒットになってしまうんで本当になんないですよね。ジャンプ読んでの空砲を刺さっていって、雷でなかなか、うわ取られた、まずい、いやしかも取ってきた、え、これ死ぬかもしかして、死にそう、これ強いんだよな、当ててない代わりに最後の切り札扱いだから。強っ、マジか。本当に死んだし、さあでかくなったラッキーと、このまま持っていけるのでは、肩強すぎる、足首がゲット、動物の森に召喚、無限のヒットストップ。
はい、テンペストさん対戦よろしくお願いします。かっけえな。どういう意味だテンペストって。嵐かな。つまり二宮じゃんお前ということは二宮が出てきた。ちなみに僕は嵐大野さとしファンなんですけど、桜井くんも好きだわ。お姉ちゃんが根っからの嵐ファンだったんだよな。そのせいで毎回隣の部屋、僕リビングの隣の部屋にちょっとリビングって発音おかしかったけど、リビングデッドの呼び声のリビングになってしまったけど、待てよお前。これリビングの横に僕の部屋があるんで、隣からね嵐のミュージック PV の音が毎回聞こえてきたんですよ。空語カスタテ、今みたいにねカスタテだったらそういうの落ちていくといったところ。なんか二宮が結婚した時にすごい史上最低なタグ出来上がってましたよね、ツイッターに。二宮和樹の、和樹だったか忘れたけどフルネーム二宮和樹の唯一の欠点は嫁さんの名前ちょっと忘れちゃったけど、〇〇が嫁なことについてみたいな。それで堂々とディスリにディスリが流行っていて、ね、あそこまで行くとネタなのかどうか分かんないよな。女性さんキャッチボール、あのネットとかのネットアイドルみたいな、ちょっと地下アイドル的なね、まあ、俺たちみたいな、まあ、俺にはいないんですけど残念ながら、そういうやつにはガチ恋勢っていう俗に言うね、そういうのがいるのはなんかイメージしやすいけど、アイドル、ガチアイドルね、嵐みたいな国民的なああいうのにもそんな、もう結婚するなんて信じられないみたいな層がこれだけいることにびっくりしましたね。カルチャーショック軽くやっぱ嫌なんだな、みんな。俺が結婚した時はみんな多大なるスーパーチャットで祝ってくれ。さあちょっとこれミサイルを避けながら、痛い、ちょっと待って、ガード張ったのに間に合わねえ。オンラインさ、待て電光石火、石火キャンセルで避けるとかいう勇気はないから、死ぬ気でプルプルしてる。ちょっと撃つなら早く、撃つなら早くって、危ない。ピカチュウどこで当たってもこれ死ぬんでね。怖かったか。なんか最近ね、中央じゃなくて本当に端から端にドラグーン当たればワンチャン中量キャラな全然耐えれるから、あえて、まあ、避けるぐらいだったらこの崖の端に立って相手にね反対側からダメージ取らせるっていう安定策を思いついたんですが、それを使う場面がないと。ところで、まあ、何を言ってるかは分かんなかったと思います。俺もなんか何を言ってるか分かんなかったから自分で常に適当なことしか言わない。以来今の判定負けするのか。電撃属性だから当たり判定だけ強いはずなんだけど、さあピカチュウがなんかアイテム箱とかくす玉持った時ぶっ潰れるの可愛いんですよね。土星さんの嵐だな。ガークラしたい。なんとかバナナの皮からのよ、あ、今横スマダッシュ、横スマ当てたのに滑ったせい、滑ってないけど、邪魔されたせいでボムでできなかった。レイガンを撃つときは残念ながらさっきのあのなんかなんだっけ、ちょっとマシンガンみたいな感じで足で撃ってくれないんですよ。取りたい、あれ取ったらサムス無効化できたのに、 B 技全て禁止するから上 B 以外に。取られた。これ長いんだよな、バックシールドといい、バックシールドといい、このフランクリンバスといい、なかなかに長いから、もう一回空母で落としたかったが、カレーライス強アイテム来た。あ、待って、これあれだ、フランクリンバスのせいで逆に迷惑。ちょっと早く終わって。今こそが攻め時のはずなのに、さあ後ろ側振り向いていれば大丈夫。最強のフォーメーション来た。背中に盾を、背中に立て、正面にはカレーライスのフォーメーションだったが、もうさすがにフランクリンバッチこれ切れたよな。これは後ろ側だから大丈夫。ちょっと当てていく。さあちょっとバナンになっていて、バナンだったらここ電気ショックでごまかし、あ、今ジャンプ潰れたのよこのために貯めた時にさ、しょうもないバーストした時ちょっとやるせない気持ちになりますよね。これバックシールド、バックシールドなんで今貫通したんだ。ヘッドショット判定か、頭出ちゃいましたみたいな。まあ、ピカチュウなんだからピチュウより身長低い分自粛しろ。そうスターロットは欲しい。一発投げていって飛び方がいいんですよね、ベクトルの投げた時の。下から復帰、ロケット続き復帰は本当に余裕がある時しかしないと。ロケット続きっていつ使うのこのキャラ。ピカチュウピチュウのロケット続きって完全に第2の復帰技として機能してるけど、たまに刺していったら面白いですね。乱闘とかだったら刺していけるんだけど、最近乱闘してないから、乱闘してないな。乱闘だったら2位でも戦闘力上がるしな。次の VIP やるやつ全部乱闘にしようかなラグでストレス溜まるからやりたくないんだよ。一人でもラグ勝ったらできないから。マリオメーカーかよ、まさしくマリオメーカー。そう思うとスプラとかマリオカートのラグって、まあ、相手の挙動がおかしくなるだけでカッカッカクはしないからマシな気がしてきたぜ。あの塗り消し君はちょっとやばいから、俺レバガチャの音だけめちゃくちゃうるさいのに、ね、レバガチャ遅いからレバガチャのフリって言われるんだよな。痛い、こいつこいつアシストリギア界隈で何のキャラかもわからんし、これストリートファイターなのかな。めちゃくちゃ嫌い。あれか、剣じゃなくて竜、幼少期まだカクカクしていた時代の竜か、ラガーだった時代の竜、あれを爆発させて殺したいところだが、電気規則だから爆発はしないと。死神のカマフィニッシュ。てか上投げ雷一回も決まってないけど、そもそもピカチュウでどのぐらいのパーセントで通るかどうかわかんないし、みんな上投げちゃんとずらしてくんだよな、えらいことに。当てたかったが素性いらない。とりあえず投げてこの落としておく。かいくぐってきやがる。こいつ撃墜拒否うまいな。
片手にサムス遠距離キャラ使ってるだけはあると。鼻のあるフィニッシュしないとでも動画終われないから、最近はVIP に上がる試合じゃなくて鼻のあるフィニッシュしたらね終わりということにしてるので、だからしょうもない終わり方してVIP上がって、あ、VIP行っちゃった、あ、どうし、あ、ご視聴ありがとうございましたみたいな悲しい終わり方したい、したくないんだよね。劇的な終わり方募集、死神カマフィニッシュぐらいじゃ甘いわ。とりあえず劇的なフィニッシュ来たわ。